どうもマンション評論家のマンションマニアでございます。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今私がいるのは新宿駅でございます。こちらから中央快速線乗車をしまして15分ほど吉祥寺駅へ向かいます。12時2分発青梅行き乗車をいたします。はい、吉祥寺駅到着でございます。こちらの吉祥寺駅ですが中央特快等ですね、通過する種別もございます。吉祥寺お住まいの方はあんまり使う機会ないかもですけども、グリーン車ですね、増結されますので中央線ただでさえ人気ですけども、それがより人気になっていくっていうところで、で通常の車両を削るわけではないですので、グリーン車ができることでこの吉祥寺住まう方グリーン車使わなくともマイナスになるっていうことはないです。今回ご紹介いたしますのはパークホームズ吉祥寺北ザ・ガーデンです。こちらの吉祥寺駅からバス便になります。歩くと30分弱かかります。今ロータリーのあります北口側におりまして、こちらからバスに乗りますと乗車時間としては7分ほどです。ただ物件からこちらの吉祥寺駅まではですね、少々道も混む分ですね、ダイヤですね寝かせてますので14分ほどの乗車時間となっています。改札を出ましてバスですね乗り込む際ですね、こちらロータリーのところ屋根がありますので雨に濡れることなくですね乗り込むことができます。それではバスに乗りまして建設地ですね近くのバス停まで向かいます。最寄り停留所としましては東京三駅小学校入り口ですが、帰宅時ですねコープ未来寄ることできます。一つ手前関町南2丁目こちらの利用も便利ですね。今回は関町南2丁目で降ります。関町南2丁目停留所到着です。乗車時間は12分でした。ちょっと駅周辺の信号引っかかりが多かったですね。こちらが到着時刻表です。もう到着時刻表でこれだけの運行本数になっております。こちら降りますと目の前ですねコープミラーありまして夜11時まで営業しております。帰宅時はこちらの関町南2丁目で降りて、朝ですね駅向かう時なんかはこのもう一つ先のですね停留所から乗るっていう使い分けができます。それでは建設地まで歩いていきたいと思います。パークホームズ吉祥寺北ザ・ガーデン物件概要行きましょう。売り主は三井不動産レジデンシャル、施工は梶田工務店。予定価格ですね、もう出ておりまして6300万円台から9500万円台、予定の最多販売価格帯としては7200万円台と7400万円台ということで、坪単価にすると平均で350-360かなっていうところですね。占有面積は 66.46 平米から 80.61 平米、総戸数61戸3階建ての低層マンションです。吉祥寺駅へはバス14分乗車で、帰宅時は時刻表で行きますと7分というところです。今ですね、もうちょっとかかってましたので、やはりバスなのでちょっと時間読みにくい部分はですね、ありますね。あとは荻窪駅までのですね、バス便もあるんですけども、そちらの停留所までは徒歩9分なのでちょっと距離があります。あとは西武新宿線の武蔵関駅徒歩15分です。そちらが最寄り駅という形になります。アドレスは東京都練馬区立野町。竣工予定は2024年の3月下旬。引き渡し予定は2024年の4月下旬です。アドレスはですね、練馬区立野町っていうところですけども、いつも通り物件名はですね、吉祥寺を名乗っています。で、まあ名乗っているだけじゃなくてですね、パークホームシリーズで行きますとグランテラス、そして記憶に新しいグランビラと同じようにですね、バスや自転車利用でですね、吉祥寺を生活圏にできる立地ですので、まあ売りやすさっていうところも含めてですけども、物件名にですね、吉祥寺が入っていることに関してはまあ違和感はないと。一般論としてです。これはもうあくまで一般論としてですけども、まあ、武蔵野市だらなって思う方ですね。いらっしゃる。まあ、それはまあ、そうでなんですけども、これもし武蔵野市アドレス側に入ってたらですね、まあ、1億超えちゃうであろうっていうところですので、ので、練馬区アドレスがゆえにですね、価格抑えられてるっていうところになってきますので、武蔵野市にこだわらない方からすると、むしろ、
コストパフォーマンスよく感じるんじゃないかと思います。今回ですね、グランビラよりもですねバス通りから離れてますので、まあ、バス停まで徒歩4分っていうところで少々の距離はあるんですけども、運行本数ですねかなり充実しておりますので、もう朝ラッシュ時はバスが並ぶこともあるくらいですので、バス便としてはですね非常に使い勝手がいいです。で、吉祥寺駅までは距離にすると2キロぐらいってところで、まあ、歩くと30分弱かかるもののですね、なのでまあ毎日歩くっていうのは非現実的ですけども、たどり着く先が人気で便利な吉祥寺ですので、価値あるバス便と言えるんじゃないかなと思います。一概には言えないですけども、マイナー駅でバス便だったり駅頭っていうのはなかなかお勧めできないことが多いですけども、メジャー駅のバス便っていうところはお勧めできる物件が多いっていうところですね。バス便なら駅力だったり街の人気大事よと。なのでバス便だからリセールバリューが厳しいっていうようなエリアでもないです。日常の買い物はですね、先ほどのバス通りのコープ未来徒歩9分、武蔵関寄りのですね、秋台徒歩10分、あとはブリリアシティ三鷹の裏手にあります稲毛屋徒歩17分というところで、今回一定層エリアなので、一定層としてはですね、選択肢は多いかなと思います。バス停からはですね、結構あっという間です。建設地に着きました。で、今回なんですけども、もともとテニスコートがありました。東西に長いですね、非常に綺麗なですね土地形状になっておりまして、こちら南側にはですね三井のリパークコインパーキングがありまして、そのさらに南側ですねテニススクールがあって、こちらのテニスコートが一部縮小されて今回のマンションになっているっていうところになります。なので南向きはですね一定層なんですけども、目の前に建物がないので結構開けてきますね。で、万が一こちらもいつかマンション等になるっていうなったとしてもですね、一定層の厳しいルールで建てるわけですので、最高がめちゃくちゃ奪われるとか、まあそういう心配はないっていうところも安心材料になってきます。通学校に関してはですね、一応表記上は徒歩2分なんですけど、もう目の前です。縦の小学校です。で、中学校ですね、石神西中も徒歩3分というところになりますので、どちらも近いっていうところです。で、後ほど行きますが、公園はですね西っ側すぐのところにですね縦の公園ありますし、少し足伸ばせばですね善福寺公園、武蔵関公園、そしてあとはですね吉祥寺駅のですね南側駅前にあります井の頭公園ということで、まあ、公園関係もとても充実してます。学校近いです、公園いっぱいあります、そして一定層で静かな住環境でそれが守られますと。外観デザインはですねマリオンを太めにすることでですね低層マンションらしい重厚感出せていますし、雪道側から目立つことになるですね車寄せ、こちらのですね東側の雪道部分なんですけども、木彫の庇が特徴的でして、車寄せ便利っていうだけじゃなくて、ああかっこいいですね。で、妻部分のですね重厚境ごとの庇とですねボーダータイルもいい味付けになっているという印象です。外観も非常にかっこいいです。今回外廊下ではあるんですけども、車寄せ部分から中庭、そして中庭からエレベーターホールの横付近まで植栽豊かにしてくれているので気持ちの良い外廊下です。で、エントランスホールは敷地面積帯からするとですねちょっと狭く感じるんですけど、まあ個数からすれば違和感ないんですけどもね、風除室からクランクイン動線になってまして、エントランスホールの正面に中庭があるので結構中に入ってすぐ奥行き感じることができるんですけども、あえてクランクインしてるのうまいですね。風除室入ります、クランクインしてホール入って右向くと中庭があって奥行き感じられるっていうところです。あの一つのクランクインがですねオーナー満足度をより高めるものになるだろうなっていうところです。で、今回中庭の植栽を見つつですね作業できるワークスペースも設けてくれてます。で、ワークスペースはオンライン会議などもできる個室があります。スマホで予約できます。今回ボリュームゾーンは南向きですが、東向き西向きもありまして、東向きはですねこういった形です。まあ、この辺いずれですね建物が建ったとしても、まあ、こっち側も一定層なので、今回マンションが一定層ってだけじゃなくて周辺ぐるーっと一定層ですので、急にドカーンと背の高い建物が建つっていうのはありえないです。中学校はですねこちらから見えておりますが、中学校も近いっていうのもいいですね。小中どっちも近いですからね。ぐるりと回っていきたいと思います。
で今回間取りは田の字が主なんですけども、京葉廊下側の柱ですね、外に出してくれてるのが嬉しいなっていうところです。で田の字以外にもですね、一部ですけども玄関から洗面室直接入れる間取りだったり、あとは廊下収納がですねやたら充実した間取りもあったりして、まあ選ぶ楽しみもそれなりにあるっていうところです。ボリュームゾーンは田の字ですけども、なので南向きでワイドスパンで全部屋南向きですみたいなのはちょっとないっていうところですね。で今回ですね、面白いのが南向き住戸で背中側が東棟と西棟と被ってしまう列にですね、光には設けてくれてるんですね。でそこが太陽光の最高システムひまわりっていうので、1階部分までですね光を届けてくれますので、廊下側の部屋もですねできる限り暗くならないようにしてくれてます。その光を取り込むにあたって玄関部分をぐっと引っ込めて、通常共用廊下側にですね窓が来るんですけども、そうではなくて光庭の方に向けて窓を設けてるっていうところです。こちらがテニスコートの南側からですね建設地を見ております。今回ですね、私が価格表を見た時にここがいいなって思ったのは、まず1階か3階がいいと思います。これはまあ好みの問題っていうところにはなってくるんですけども、2階をあえて最初から選ぶ理由があんまり私は見出せないなっていうところでした。まあ、一番安いのは2階なんですけども、まあ、もちろん3階になれば最上階で、まあ、より空も近くなるっていうところと、今回1階住戸が東向きの1階別なんですけども、約30平米のですねテラスがあるんですよ。で自然由来のブロックの床になってるので手入れが楽ですし、一部分はですね植栽になってるんですよ。そこを数種類の中からですね一つ選んで植樹された状態で引き渡されるっていう楽しみもあるのと、今回1階住戸の基本天井高が2550、そして差し高注目ポイントです2200なんですよ。でその他の階になりますと、基本天井高ですね2450で、差し高2100、1階住戸が一番恵まれてるっていうところです。まあ、特に差し高の部分は大きいですね。10センチ伸びますので、なので今回このマンションで2階を選ぶ理由がもう価格しかないんですね。まあだから安いんですけども、でもちろん価格も大事なんですけども、今回長く住むって方が多いと思います。もう数年住んで次へのステップアップですっていうようなマンションではないですので、基本はまあ何か特別な事情があれば別ですけども、もう当初から数年間しか住みませんみたいな方は選ばないと思いますので、それだったら数百万円を誤差とは言わないですけども、でも住宅ローンにすると結構誤差なので、私今回選べるうちは1階か3階がおすすめです。2階に行く理由がちょっと私には見出せなかったっていうところですね。まあ、もちろんそこは好みを大事にしていただければと思いますが、私は1階か3階がおすすめです。で眺望はですね、どこが一番苦しいですかってなると西向きになります。西側ですね、この立野公園ありますので、本当はこっちまで伸びてきてたら最高だったんですけども、間に戸建て挟みます。戸建てって言ってもいい戸建てですので、見ていてですね気持ちはいいものではありますし、間にですね道があるので完全に戸建てが横にずらーっと並んじゃってるわけではないんですけども、まあそれなりにはですね気になってくるかなっていうところですので、西の、まあ、1階2階、まあ1階専用にはありますけども、まあ、ちょっと西が今回の中では眺望面気になってくるかなっていうところと、今回もう向きも選べるなら南選んじゃった方がいいですね。やっぱり南向き取れるっていうのは非常に強いですので、なので向きに関しては私は南向きがおすすめです。南向きの1階か3階っていうところですね。立野公園入っていきたいと思います。で今回設備仕様なんですけども、ディスポーザーないです。今回ゼッチマンションなのでリビングと主寝室床暖房っていうところと、あとはまあ食洗機ついてますし、別にスペックが低いですっていうわけじゃないんですけども、まあ、お金で買えられないディスポーザーはですね削ってきてしまっているっていうところです。これまでのパークホームズかける練馬かける吉祥寺名乗ってる物件がディスポーザーついてましたので、まあそこは対価っていうところですね。ちょっと時代を感じちゃいますね。
駐車場はですね、背中側の屋外で機械式16台と平面10台で、平面は電気自動車対応です。設置率としては約 42% っていうところで、グランビラが設置率 30% くらいで空きなしですので、そっちよりかはですね、設置率高くしてくれてます。で、駐車場もマストなんですっていう方に関してはですね、今回ですね、8部屋にですね、駐車場新築時の優先権をですね、つけるっていう予定っていうところなので、そこを買っちゃえばですね、希望すればですけど平面区画確保することができます。で、機械式もパレット結構頑張ってますね。全長5300ですし、そこはなんなら平面より長い車止められますし、まあ、全幅は1950なので、パレットの中ではタワーパーキングにはもちろん負けますけど、まあ、しっかりしてますし、高さもですね、ミドルルーフ以上のみとしてくれてます。駐輪場はですね、同じく背中側の屋外で設置率 200% です。管理費なんですけども、まあ今時代としてはまあこんなもんかなっていうところですけども、平米単価で290円ぐらいですね。第三者管理ってのはもちろん今時でいいんですけども、ディスポーザーなしで外廊下ですからね。ちょっとまあ、他と比べると重たく感じちゃうかなとですね。周辺の他のマンションですね。今の新築で見てる人だとそんな違和感はないかと思います。これだけ。広い公園がすぐ近くにあるってのいいですよね。いや、今回本当子育てファミリーの方でバス便飲める方にとっては価格含めてですね、非常に魅力が大きいっていうところですよね。公園デビューには贅沢すぎるぐらいの広さですね。立野公園出てすぐ我が家が見えるってのもいいっすね。総評を行かせていただければと思います。今回ですね、周辺中古マンションと比べても通学校縛りがなければですね、これグランビラが石神井西小だったと思うので、石神井西小ルートでだと中古でグランビラ選びたくなっちゃうのかなとは思いますけども、そこを縛りなければですね、気持ちよく新築をですね、買いたくなる価格設定になってます。さすがに中古マンションよりかはお高いですけども、その差は大きいっていうほどではないですし、今回別に立地で負けてるわけではないです。ただまあ繰り返しになりますけど、ディスポーザーなしっていう、まあ対価ですね、は、まあ、ちょっと残念かなっていうところですね。まあ今の時代のパークホームズらしさも感じてしまう部分があると。で、このあたりですね、競合物件としてはですね、まあ当然ですけども、エステムコート、グラン吉祥寺がですねありまして、エステムコートと今回のパークホームズ、どっちがいいですかっていうところでいくと、まあ、このエリアらしい立地なのはパークホームズですよね。まあ、エステムももうバス停すぐ近くでとか便利さはありますけども、そもそもその便利便利便利を求める方からしたら、そもそも駅遠いので、まあ、エステムの方が西武新宿線の駅は近くなるとはいえ、そもそも便利便利便利で走る人が来るような街ではないので、こっちは駅から離れても落ち着いた住環境で、で南向き最高通ってみたいな、そういった住環境をですね求める方にですね会ってくる街に、そこに合ってるキャラクターの立地としては、当然パークホームズっていうのはこれはまあ違和感ないので、立地どっちがいいですかだとパークホームズの方が私はいいと思います。いいっていうのは、ここの街に合ってる土地っていうところですね。この街の価値を最大限活かせると。今度は建設地からですね、東京三育小学校入り口の停留所まで歩いていきます。で、立地としては、まあ、パークホームズがいいですよ。でも、エステムコート、そんなこと分かってます。これ、立地でガチガチ勝負したって、パークホームズに勝てないですよねっていうところになってきますので、エステムコートは、設備仕様、かなり上げてます。エステムコートを見た後に、パークホームズを見ると、すごくチープに見えると思います。それは外観とかじゃなくて、室内ですね。室内のスペックが、別にパークホームズチープってわけじゃないんですよ。ですけど、エステムコートが良すぎるので、エステム見た後、パークホームズ見ると、うおーっていう差を感じちゃうので、もうこれ選び方としてはですね、すごくシンプルです。立地の優先順位が高い方、パークホームズを選ぶべきです。いやいや、マンション室内スペックも大事ですよと。
室内スペックの優先順位高い方は STEM を選ぶべきです。こちらが通学中学校です。で、いやいや室内スペック別にお金で買われるじゃないですかというですね意見もあるかもしれないんですが、お金で買えられないディスポーザーもエステムはちゃんとついてるわけですね。うまいですよね。なのでスペック面はもうエステムの圧勝っていうところですね。もう比べるのがかわいそうなぐらい。だからここは悩ましいですね。エステムのスペックでパークホームズやってくれたら最高なんですけども、まあパークホームズは立地で売れるので別にそこまで頑張んなくてもいいよねっていう感じですね。だったら価格を少しでも買いやすい価格にっていう、まあ、価格自体はそんなに大きさはありませんの で、あとプレミアム的な部屋がエステムにはあるので、なんかもっともっとスペシャルな部屋が欲しいんですっていう方だとエステムの方がですね合ってきますね。まあ、地元の方がご覧くださっていたとしたら、まあ、パークホームズの方がそりゃいい立地だよねっていう風なですね、もう9割方以上、もう 99% で言っても怒られないかもしれないですね。多くの方がパークホームズいい立地だねになると思います。こちらがですね最寄りのバス停留所になります。こちらが到着バス停になりまして、こちらが吉祥寺駅方面のですね停留所になります。運行本数はこんな形でかなり充実したものとなっています。で、駅距離違えど中央線の新宿三鷹間だともう奥越え当たり前になってるので、まあそんな中でバス便であることと武蔵野市アドレスではないことを飲める方、まあ気にしない方にとってはですね、まあ非常にいい出物ですよね。だからまあ最初は地元受けっていうところで地元の方が多く検討していくかとは思いますけども、徐々に中高駅の方も入ってくるんじゃないかなと思います。バス便にしては高いよっていう意見も多いと思うんですけども、まあ人気の中央線でかつそのたどり着く先吉祥寺ですからね、今はそれぐらいしちゃいます。それでも別に割高じゃないっていう根拠はってなると、シンプルに周辺のマンションの動きですよね。周辺相場です。パークホームズ吉祥寺北グランビラ2018年築関町南3丁目新築時の坪単価約265万円現在の坪単価約320万円です。動きの一例としましては約67平米新築時5700万円台のお部屋が中古時7400万円台約70平米新築時5900万円台のお部屋が中古時7400万円台で動いております。なので今回新築マンションなんですけども、周辺の中古マンションとですねほぼほぼ似た価格での販売っていうことになります。基本的に新築マンションというのは周辺の中古マンションより高いっていうのはですねこう当たり前なんですけども、まあ、三井らしくもう周辺の中古に合わせてくれていると、まあ、もちろんですね出物が少ない中での動きになってきますので、新築がある中でこのグランビラがですねその価格で売れるかっていうところはですね注意は必要になってくるんですけども、そんなに供給過多になるような街ではないので、まあもちろん生産緑地とかもですねこうあるエリアなので、まあ先ほどのテニスコートとかその横とか含めてもまたマンションは出てくる可能性っていうのは十二分にあるんですけども、一定層がゆえに背はなかなか伸ばせませんので、個数としてはですね敷地面積の割には少ないっていうところで、そんな供給過多の心配も少ないエリアですので、まあもちろんグランビラは当時の記事の通りでですね結構お値打ち感もありましたので、同じように値上がるっていう再現性は今回の物件では少し厳しいかもしれないですけども、バス便だけども残債割れの心配はですねそんなにしなくてもいいんじゃないかなとは思います。バス便の中ではいざとなった時のリセールも聞きやすいと思います。まあもちろん長く住まう前提の方ばかりだと思いますし、そういう方におすすめではありますが、そしてもう少しで青梅街道なんですけども、そのですね手前側、まあ一部ですね青梅街道ですね敷地面しているんですけども、こちらがエステム
コートのですね件数値になります。こんな感じでですね、どうしてもバス通りに近いですし、まあ、その分バス停はこちらの方が近いんですけども、ちょっとこのエリアらしくない立地なんですよね。これで単体で見れば全然悪くないんですけども、先ほどのパークホームズと比べると、まあ、だいぶ雰囲気が違うのはこの画面上でもですね伝わるかなと思います。なのでその分エステムはスペックで勝負しているっていうところです。でもちろん建物もですね非常にいいものになっています。ちなみにマンションマニアならどっち買うのって言ったら、私何の迷いもなくエステムコート買います。それはなんでですかっていうと、私は室内スペックにうるさい人だからです。パークホームズの方が立地がいいのはもう100も承知だけども、室内スペック大事ですっていう、私はそういう価値観です。あとプレミアムだと、こっちだと駐車場ですね、こっちもプレミアム会は取れます。全体の駐車場はこっちかなり少ないんですけども、プレミアム狙いだと駐車場は確保できます。機械中にはなっちゃいますけども。なのでマンションマニアはどっちがいいですかっていうところだと、私はもうこれ何の迷いもなくエステムコートを買うっていうところです。ただ一般的にはパークホームズの方が売れ線になるんじゃないかなとは思いますね。なのでそこはもう自分たちが求めるもので選んじゃった方がいいと思いますね。この周辺の街並みが気に入りました。さあエステムパークホームズどうするか。でエステムだと、まあ、若干ですけども、シティテラス全福寺公園とキャラクター被ってくるので、まあその3つ見るって方もですね少なくはないと思います。今一時的に新築マンション多くなってますので、検討者にとってはですね選びやすいのと、エステムとパークホームズはですね商品力での差も大きいので、どっちかは合ってくるってところで、まあだからどっちかがかなり気に入ってどっちかはないかなみたいな。だから立地推しの方は正直エステムちょっと違うかなになっちゃうと思いますね。この周辺の街並みが好きな方ですと、まあ、もちろんこの青梅街道に面してるのはこの一部の北側なんですけどね、ただバス通りから中へ入っていませんので、先ほどのグランビラも中入ってますし、今作はさらに中に入るので、このエリアらしさはですねパークホームズの方が圧倒的にありますからね。私みたいなスペックオタクの方が少数派だとは思いますね。でもそういう方にはエステムはかなりハマってくると思います。スペック面はかなりいいです。こちらが武蔵関川のですねスーパーマーケットアキダイです。パークホームズ住まう方、こちらにですね自転車でサクッと来るって方も多いんじゃないかと思います。パークホームズお住まいになる方でこちらをメイン使いするっていう方は少ないかと思いますが、西武新宿線の武蔵関駅です。西武新宿駅まで20分ほどですので、もし JR とかですね家出る前に止まってるみたいな、なった時はこっちまで歩いてくるみたいな、代替案路線としてもですね使い勝手いいかと思います。こちらが武蔵関駅の時刻表になります。準急もですね停車をいたします。駅から直結してますエミオンにはスーパーマーケットだと三徳が入っております。ということで今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。いつも貴重な時間本当にありがとうございます。記事の方同時公開いたします。動画の概要欄に記事の URL を貼り付けておきます。合わせてご覧いただければ幸いでございます。それでは失礼をいたします。ありがとうございました。